口は、インドの南西部原産の犬種の一つである。名前はややにるが、アフガニスタン原産のサーガクーチとは別の犬種である。口は小柄な犬種であるのに対し、サーガクーチは、セントラルエジアン、シェッパードドッグに近い犬種である。詳しい追い立ち等は不詳である。主にネズミやリス、ヘビといった小型獣などを狩るのに使われている。ネズミは感染症の媒介と作物の食害を防ぐ。 ため、家や農場で見つけ次第駆除して食べてしまう。リスは食用にすることもあり、その場合は仕留めても食べずに持ち帰る。また、犬によっては、生け取りができることもある。蛇は、人が噛まれて命を落とすのを防ぐために狩り、三つの獲物の中で最も危険度が高い。無論相手は毒蛇であるため、狩りに失敗して命を落としたり失明する口も少なくない。近年は、 インド原産犬種の中でも数少ない小型種であり、飼育しやすいことからペットとして飼う人が増え、人気が上昇してきている。しかし、インド国外では非常に珍しい犬種で、まず国外では知られておらず、見かけることはできない。ややキャシャな体格の犬である。足も細いが体が軽い分走るのが早い。マズルの長さは普通で、スピッツタイプとパリアタイプの中間のような様子を、 している。耳はローズ耳、尾はふさふさして背中の方を向いて湾曲している釜を。コートはロングコートで毛色は茶系統のものなど。体重7ラム程度の小型犬で性格は明るく活発、人慣れが良いと言われている。しつけの飲み込みや状況判断力は普通であるが体が小さいので。 運動量は少なく、食事量も多くないので初心者の飼育にも適した種で、あるとされる。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。